はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も暁大付属でやっていきたいと思います。まあ今回はね、そんなガチ育成っていうわけではなく、まあゆるーくね、初心者さんでも経験点をわりかし叩き出しやすい、いわゆる北摂デッキで、やっていこうと思います。まあ、結構ね、北摂デッキアプリで出た時は、まあ、かなりの威力を発揮してたんですけれども、最近は結構下火になってるかな。でイベントデッキはこんな感じです。まあ SR があんまり揃ってないという状況を見越してのデッキを組んでます。ね、せっちゃんはやっぱり、SR で行きたいのでお借りして、まあ、自分でせっちゃんの SR プラス5っていうのを持ってるんですけれども、まあ、ここはあえてせっちゃんをお借りして、あとは PR で揃えてます。で PR もし揃えられなかったとしても、まあ、R とか、PN とかでも全然大丈夫は大丈夫です。まあ、もちろんレアリティの高いものがあればいいんですけれども。で、一応両親とハッチはレベル25まで上げて、チカちゃんがねちょっとレベル20で止めました。っていうかね、ゲドウくん意外に使うんでちょっともうゲドウくん使いたくないなっていうのはあったので、こんな感じになってます。で東条は、まあなんとなく入れてます。一応イベントで体力が回復できるのと筋力キャラっていうのと、まあ、本来だったらねパワー飛行格を取りたいんですけど、レベルが10なんでコツがね1でしか取れないので、まあ、どうかなっていう感じではありますけれども。であとまあ一応余剰は、暁では入れておきたいキャラなので入れてますというところですね。まあ、一応こんな編成でやってみようかなと。でアイテムの方もねちょっとねやっぱり悩んだんですけれども、まあ、恋愛のお守りと友達スタンプにしました。まあ、恋愛のねお守りは持ってくるとして、こっちのもう一つの方ですね、友達スタンプにするか招き猫にするかで、今回は、イベントで経験点を、まあ、稼ぐっていう手法なので、招き猫があった方がいいんですよ。結構イベント数が多いので多分ね全部消化はできないと思います。でただ、井戸端ですね、あの彼女にした人たちの評価が下がる井戸端会議が起こった時に、もう友達スタンプ と、お守りがないと修復不能なんで、まあそこはね、一応北摂割とガチでやるんだったら井戸端会議が起こったら終わりっていう感じで招き猫を持ち込んでもいいと思いますけれども、まあ安定して作りたいのであれば友達スタンプかな。まあちょっと能力は下がったとしても、まあ、選手登録したいっていうような、感じですかね。まあ、全然選手揃ってなくて、とりあえず揃えていこうっていうところで行くのであれば、まあ、友達スタンプを持ち込んだ方が安定はするのかなと思います。じゃあちょっとやっていきましょう。暁台での北摂は全然やったことないんで、まあ、とりあえずやっていきますかっていう感じにはなるんですけれども、最初は別にコツが来てないので適当に評価上げをしておきますか。で追求イベントはやっぱりハッチは踏みたいですね。ハッチは外野なんで、ハッチが外野だよね合ってるよね。ハッチが外野なはずなんで、ハッチが来たらちょっと優先的に。であとはもうそのタッグを組んで経験点を稼ぐっていうよりは、もうイベント経験点なんで、まあ評価上げも彼女にしなきゃいけないので大切ではあるんですけれども、カウントを下げていく方向でいきましょう。なのでここは打撃ですね。で一応打倒すればね、あの評価が上がるんでチームメイトと。あとせっちゃんどうだろうね、間に合うかね。どっちを優先した方がいいんだろうね。この評価を下げる方に行くか、評価を上げる方に行くかか、評価を上げる方に行くか打倒を下げる方に行くかで、ここら辺も一応ちょっとメンタルを見て、まあやっておきますか。暁はねやっぱりちょっとあんまり休みたくないっていうのはあるんで、ここはちょっと余剰でいきましょう。余剰は先に倒しておきたい。まあ本当だったらね、サイガとかレベルの高いサイガを持ってれば、まあ、パワーヒと広角が安定して取れるのでサイガを入れるっていうのが一つのセオリーではあるんですけれども、まあ、今回はねあえてちょっとサイガは入れないで、一応 SR の余剰を持ってますみたいな、そんなシチュエーションでやってます。ね、評価上げはやっぱしていきたいので、ここを踏みますか。で追求は1回ずつくらいはやっておきますかね。
勝てんのか勝ったこれも結構重要ですよね。めちゃくちゃ打倒ポイント下がるんで、まあ、キャラにもよりますけどね。一ノ瀬とかってね、割とポンポン下がっていくんですよね。で、一応練習を見るんですけれども、ここは追求しておきましょう。二宮もね、やっぱり早めに倒しておきたいんで、キャッチャーのコツとかマジいらないんですけど、女性の柔道部ってどれくらい筋力あるんだろう。俺もね、もやしっこだからね、全然そういう筋力とかないんですけど、どうすっかな。俺よりは力あるのかな、やっぱり。養生を倒しておきたいな。一ノ瀬とかもう1だし、二宮を減らしつつ六本木、無理くり養生を倒すよりはちょっと評価も上がりつつ2人いるからね、こっちにしましょうか。今回ね、スミカちゃんがいないんでね、スミカちゃんがいると告白イベントで養生のポイントが上がっちゃうんで、早々に倒しておきたいっていうのはあるんですけれども、これは評価上げに行きますか。基本的には選んだ方の評価が上がるんですよね。もう誰がどっちを言ってんだか分かんないけど、断然アメリカだーって言ってるんで、ちょっとせっちゃんの評価を上げていきますか。これは受けておきましょう。ポイントを稼いでいきたいんで、せっちゃんの評価を上げつつといったところで、一ノ瀬はまださすがに早い。クリスマスイベントはな、やっぱり起こしておきたいといえば起こしておきたいからな。ランナーズハイってどういうイベントだったっけ。もう北雪組のイベントがわからんな。ああ、それなりに経験値は入るね。あと養生がどこにいる。一ノ瀬もいるのか。ちょっとな、ここやりたいけど一ノ瀬が邪魔だな。二宮を下げておくか、三本松つくもの二人だな。やっぱりみんな平均的に下げてはいきたいからな。これはなんだ、見せてもらうか。あんまりね、女性に対して厳しい態度を取るのもね、評価しか上がらない。でも評価がそれなりに上がったな。ね、3% か。せっちゃんいるし、余剰もいるし、これはちょっと 3% だけでやりましょう。この前 2% で怪我したからな。2% で怪我して確かグキっていった気がする。でこれは評価上げに行きましょう。ちょっと体力がないけど、ま、経験点もかなり入るんで、さすがに精神は無理だな。この状況だってやっぱり一ノ瀬のなポイントの低さがかなり邪魔だな。コツがありますね。東条か、どうするかな。かわしとかがね、3で取れないからな。どうするどうする。とりあえずせっちゃんは乗ったね。せっちゃん乗って、余剰が3か。まあいいや、やろう。後半でどん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 ポイントを下げていこう。ここも追求をしようかな。ちなみに東条ってさ、ポジションどこなの。サードかファーストだよね、どっちかわからん。まあいいや、とりあえず追求しよう。ん、どこ、サードか。外野が来てないね。外野がどうしようかな。ちょっと減りすぎな気もするけどな。
告白イベントとかね、登場のイベントが来ると体力回復するからな。それに備えて減らしておこう。そう、招き肉持ってきてねえんだ、そういえば。これもコンボですね。コンボの内容もな、ちょっともうあんまり覚えてないな。でこれ確か一番下にすると一番いいんだけど、失敗成功があるんだよね、場を和ませるって。どうしようかな。2人を止めるってやるとどうなんだっけ。監督の評価とか上がるんだっけ。なんか忘れちったよ。でまたメンタルで回復をしておこうかな。六本木もな、減らしておきたいんだよな。ここはまあ余剰を減らす方法でいいかな。招き猫を持ってきてないからちょっときついかな。パワーを引き出せって聞かない。おお下がるんか。でプロテインはあれっすよね、確か体力回復しますよね。飲む。まあやる気が下がるけどしょうがない。最大値も上がるし、三本松が2減らせられるけど六本木が全然減ってないんだな。三本松も9か。三本松はカウント2減らせられるから、とりあえず六本木をここは減らしておきましょう。お、来た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 。寝よう。これどんくらい回復するの。まあでも33は回復しますね、レベル10だけど。余剰がだいぶ減らせられんな。やっぱり一ノ瀬邪魔だな。一ノ瀬のカウントの低さがここに来て、クリスマスは間に合わないかな。これ何、自信持っていいよ。でいいや、早急のコツをつかめるんだ。余剰を倒しておくか。フィニッシュ。まあこれで余剰ともタッグが組めるんで、これでチームメイトの評価も毎回5上がっていくんで、さあクリスマスは1人。これはもうしょうがないっすね。でメンタル、あれ3本松って1しか減らないか。3本松ファーストか。ちょっと待って、大丈夫かこれ。勝ったか。まあチカちゃんの告白が来ましたけど、これは受けておきましょう。チカちゃんと初詣に来れるんで、まあ一人で行くよりは全然いいでしょう。初吉か。基本的に別にデートは進めなくてもいいですね。そうか、ここであれか、バッティングが来るんで D くらいにはしておこうか。パワーは E だな。よし。五十嵐が倒せるのか。五十嵐を倒すとマラソンの時に体力の消耗が半分になるのか。五十嵐倒すか。メンタルだし。てかハッチのコツが来てないね。ハッチのコツが、外野はな、踏んでおきたいんだよな、やっぱり。
応3本松下げられるかな、これで。試験受けると、まあ1の瀬はね、もう1だからね、最悪辞退してもよかったんだけどね。まあでも打てれば経験値をもらえるんで。ただ1の瀬な、打ちづらいんだよな、球種が多いから。やる気全くないけど、まあやっぱりここはミート落ちですかね。とりあえず合格ラインは超えたので、よし強振にしよう。パワー犬の弾道2か、今のフェアだったんだ、切れたかと思ったけど。ほらどうだ、タイミング的には悪くないと思ったんだけどな。うわー入ったか。どうっすか監督。むしろ一ノ瀬の評価が下がってもおかしくないのに。怒り守る、下げておこう。まあ両親の評価も上げられたし、勝負すんの。おお勝ったよく勝つな。これ寝よう寝よう寝よう。で3周をメンタルとかで過ごしたいけど、どうしようかね。勝った1回やっちゃっていいかな、登場だしな。1回やっちゃって大丈夫かな。いくつ減るんだっけ。いくつ減った、26か。結構きついな、でもこの体力だと。んーどうする、やる。とりあえず10位に入れるか、上り。少し飛ばしたい。どうしようかな。いや、まあ初回だからな、ちょっと抑え気味に走ろう。で、ここは、上り、マジで行こう。あれ、来た、思いっきり飛ばす。よし。下り、これは少し飛ばそう。で、最後。すごい上り。これ、少し飛ばして大丈夫かな。おお大丈夫だね、これは大丈夫でしょう。10位以内には入れる、てか1位じゃねえかよ、まあ東条は別に追求する必要はないんで、これは二宮を減らしつつといったところですね。六本木を先に倒したかったけど、これはもうしょうがないかな。六本木とつくも、碇守もいるのか。碇守を倒すとな、両方とも上がるからな全員。うーん、3本松7位か。でもこの2人ってわりかしまだ溜まってるね。5か。外野のなコツを踏めてないのがかなり痛いな。てかせっちゃんせっちゃんが告白してこない、こっちみたいなまあいいや。イベントの多さがね、やっぱりちょっとネックなんですよね。うん、まあ回復してくれただけでも全然いいよ。マジ嫌がらせされるからね、ここは踏んでおきましょう。一応全部見て、うん、両親だもんね。おこれは六本木とかがいいんだけどな。てか普通に失敗してるし。まあ飲みましょう。ちょっと体力がもったいなかったけどしょうがないっすね。碇守、二宮、つくも、どうするこれ、3人ぶっ倒す。もう
3人ぶっ倒そっか。3人ぶっ倒すとどうなの。 1,2,3 人。あーまあいいや、倒そう。あ、3人倒せなかった。つくもが残ったか。まあ別にいいや。これでチームメイト評価5上がって、さらにチームメイト評価が5上がって、ここでだいぶ上がるぞ。怒りを倒したから六本木がめちゃくちゃ上がったな。で一ノ瀬をちょっとぶっ倒しておきたいな。混ざろう。これはどっち、ハッチにしとく。あ、狙いがハッチってこと。ってことは両チームの評価が上がるのか。さてさてさて、あとはどうなってる。六本木8、ここら辺も結構多いね。3人減らせる。一ノ瀬はもう正直いつでも倒せるから。両チームも評価はいってるね。3人かな。いやー、なかなか厳しいな。マジで外野踏めてないのが痛いな。せっちゃんの告白で、せっちゃんのデートは回復に使いましょう。彼氏になる。で誰か誰か言ってくれ。一ノ瀬だけか。ここ3人いるか。肩だなこれは。もう3月か。ちょっとこれ厳しいな。全員打倒は難しいかもな。両チームも告白してきたな。すげえな、モテモテだな。流れに乗る。これ絶対見られるだろう、もう誰かに。メンタルのところには誰もいないから、まあ減らせられるときに減らしておこう。つくもがあと1だね。あとはハッチ。ああ来た、ハッチの告白も来た。付き合おう。こいつ1ヶ月に何回告白された。3回告白された。いや別にいいんだけど。どうしようかな。一ノ瀬、ハッチが来てるね。ハッチのコツが来て、かつ一ノ瀬がいるから、これはもう倒そう。で次ハッチは追求しましょう。あ、そうそうそう、アップデートであれですね、追求の仕様が変わりますね。あのコツを入手してたとしても、今までって別にコツが来たじゃないですか。俺はいいやにして、こうやってイベント切れんのかな。身長盗塁、入手したコツのやつは追求だと来ないっていう仕様に変わりますね。でまだ多分変わってないんで、なるかどうか分かんないけど、例えば内野安打って取るじゃないですか。でまだコツレベルが3なんで、追求すると内野安打のコツが来る可能性があるんですよ。ほら来た。要はこれがなくなるっていうことっすね。そうするとだいぶ使いやすくなりますよね。もう3で入手しちゃえばいいんで。でさっき入手したけど、コツレベルが3だったんで、コツレベルが5になりましたと。でこれが無駄になっちゃうっていうのがなくなるんで。てかそれってさ、仕様じゃなくてあれだったんだ。単純にバグだったんだねっていう。どうしようかな。ヤシマか。ヤシマって7位とかが上がるんだっけ。ガイア軍団が厄介なんだよな本当に。3本松7位もな、両方いっぺんに倒したいからな。ちょっと7位を下げておくか、回復しつつ。とはいえもう4月か、倒せるやつから倒していった方がいいかもしれないね。練習を優先しよう。素敵だろ。で7位八島つくも、
りょうちんは別にいいや。いつでも倒せる状態にいるから7位だな。じゃあがまだわりかし残ってるんだよね。4か。ちょっとつくもを倒しておくか。せっちゃんの評価もそんなに上がってないね。告白でね、せっちゃん評価が上がんないからね、そこが何気に痛いんですよね。7位が上がって7位だけか。八島、六本木三本松、どうする。7位上げてでも、悩む。今何人、 1,2,3,4 人残ってるか。六本木のカウントがそうするとめちゃくちゃ上がるな。いやー、これはちょっと待て、これは厳しいぞ。ここは厳しいから、ちょっとデートしよう。まあ回復をしつつ、もうすげえなこんなに候補がいるのか、羨ましいぜ。で、あとは井戸端がまだ来てないんで、招き猫をね持ってきてないから、逆に井戸端が起きないっていう可能性もあるっちゃあるんですけど、さてここはどうしようかな、まあ、プレイしますか、せっかくだし。能力を上げていこう。とりあえずミートは C にして、パワーも本当は C 欲しいけどな。どうかな。うわー、結構減るね。まあいいや、 C にしとこう。で、総力は E にして、ちょっと EE で揃えよう一回。余剰がいるから、まあわりかし精神ポイントはありますね。でパワヒはコツ2か。だから東条がレベル25で使えてればパワヒコツがもう5だったんだけれども、まあそこはしょうがない。うわ、パワーがない、やばいぞ、負けるとな。打倒ポイントが上がる可能性があるからな。同点でもいけないからね。もう俺がなんとかしないと。おお、頼む。おお、入れてくれた。嫉妬か、今のちょっと狙い目だったんだけどな、コース的に。まあいいや、オッケー。あれ、先発って一ノ瀬だっけ、先発って怒りだっけどっちかわからんな。お、7位下がった。いいねいいね。六本木を下げよう。あとな、できれば7位と三本松は一緒に倒したいけど、来るかどうか。これどうすっかな。あんまり怒りくんあんまりね得意じゃないんだよね。ゼフ長だな。あ、しまった、早かった。ダメか今の。おお、早めに1本打ちたいんだけどな。いいや、もう一発狙おう。これはボールだよね。よしよしよし。弾道が2だからな、ちょっときついかな。ほら、ちょっとずれてたね。やっぱミート開こう。やばい、1本も打てないぞこれ。
一発かける結局一本しか打ってなかったよ。俺も調子極端だからな。あれ、これってやる気下がるんだっけ。3本松六本木か。両方とも2かってことは4になるのか。で7位が4になって4上がるから7位8か。マジか。でももう5月の2週だもんね。いや、やろう、倒そう、やってやるぜ。井戸端がな、来るんだったらもう早く来てほしい。これでまだチームメイト評価が上げられるから。おお、めちゃくちゃ上がった。これスミカちゃんが彼女じゃないからなんかあんのかな。いつもスミカちゃん入れてますからね、暁の時は。別にイベント内容変わんないのかな。ささやき破りのコツを手に入れられるんですよね、上だと。よし、7、3下げられる。行こう。で、ちょっと6月に向けて回復しときたい。デートしよう。で、連打してると間違えるっていうね。デートは完走できるかな、どうかな。もう6月に入るからね。で、4回連続ではさすがに練習できないから、1回くらいな、精神挟みたいな。お願いします、碇様。7位がいい。あ、こっちか。まあいいや、しょうがない。これね、だいぶ下がるんですよね。まあ、とりあえず3下げてくれたんで、7位もここで3下がるな。あー、ヤシマでもこれでぶっ倒せるな。ただでぶっ倒せるな。でも3、カウント1だから、あ、やっぱ7位だな。筋力も上げられるし、これであと1回ずつ練習すればぶっ倒せるね。で、あんまりもう筋トクとか気にしてらんないっちゃ気にしてらんないんですよね。あ、待って待って待って、上がるんだ、カウントが2上がるのか。そういえば八島は電光石火だからね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。で、7位先に倒そう。最後のカウント上がりを忘れていた。精神とかにね、いてくれればね、すげえいいんだけどね。あれ、上がったこれはもう無理だ。みんなでビーチバレー。まあこれはね、本当だったら必要な経験点を狙っていけばいいんですけど、敏捷足りるかな。ハッチにしようか。全員ってやるとなんかモテモテとか手に入るんだっけ。てかみんなの評価足りてる、そもそも。まあいいや、ハッチ。いいなあ、マジモテモテだよ。そう、ハッチはね、プルヒッターなんですよこれはもう無理だな、タックがいないと無理だ。一応やっとく。で、3でしょ。タックのところにいれば3減らせられるんでぶっ倒せますけど、これやめておこう。体力回復しよう。さあ、ここは運命のあれだぞ。バントの達人とかもう分からん、やめておこう怪我しにくさ。さあ、いるか、いない。1残ったね。あ、しょうがないか。そうするとじゃあハッチと
走塁練習でもしますか。いやー最後のね八島が2位上がったのがかなり想定外だったな。まあでもうまくいけば倒せるっちゃ倒せますね。ということでとりあえず全部 D に合わせときますか。パワヒ取りたいな。パワヒ、パワヒとプルヒか。もう1回くらいな。でもコツを踏みたいっていうのはあるけど。おお来た、カラデート。カラオケにでも行く。これはもう無理だな。てか評価がたまりきってないんだけど。あとはまあ試合でどれだけ打てるかだな。 CC 以上はさすがに上げられないからね、バッティングの方は。せめてなパワーヒッターは欲しいんだけど。甲子園に行ったらちょっとパワーヒッターを取りますか。予選はねパワーヒッターがなかったとしても C の弾道2でなんとか持ってけるっちゃ持ってけるんですけど。よし1本っていうか全然打ってくんねえな。やはり点は自分で取らないとダメか。結局俺のホームランだけじゃねえかよ。中山くん早飲み競争、これなんだっけ。まあいいや、受けよう。あーこれ確かなんか負けるときあったよね。せっちゃんがいるので評価上げとこう。まあデートは完走できないですね、それはしょうがない。チェスと将棋ってさ意外に長いね。で四条か、四条はいいや。せっちゃん、せっちゃんがあとどれくらいなんだろうな。もう最後にデートするとしてそれで評価が満タンになるかどうかだよね。ちょっと怖いから練習しとこう。でさらにここを勝たないと話にならないんで、デートも何もあったもんじゃないんで。パワヒャー取っちゃおうか、フルヒッターとか。せっかくだから取ろうか。意外性も安いし初級もまあ別に取っていいでしょ。ローボールヒッターも取ろう。とりあえずこれで置いておきますか。チャンスは1段階取っておきましょう。わりかし精神に余裕はあるんで。で肩 C にしようと、守備も C にして、補給も C にできますねと。よし、OK。オール C 以上は作れるかな、そうすると。まあ、あと負けないっていうのがね、やっぱ一つ条件ではあるんですけど。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは徳田。第2球。投げた。うわー。アバタボールはねちょっとさすがにな、厳しいんだよな。こういうストレートを見逃さないと。アバタボールって何号までいったっけ。こういうのを見逃さないって言おうとしたら、まあしょうがない。よしよしよし、変わってるね。ああ7位が塁にいたね。7位欲しかったな本当に。
まあ一応東条をね持ってるんでしょうがないといえばしょうがないんですけど、で今あの前夜祭のガチャが来てる時期なんですけど、玉三郎とクオンくんが、まあ、ピックアップで、来てて、まあ、引くごとにね、玉三郎の SR 確定で2回目がクオンの SR 確定で玉三郎の SR 確定クオンの SR 確定みたいな感じにはなってるんですけど、自分両方もうプラス3で、まあ、40にはできるんで、まあ、玉三郎はねレベルを上げてないんで40にはなってないんですけど、まあ、一応プラス3までいってるんで、まああえてプラゴにする必要はないかなっていう感じですね。なので今回はまあスルーして1年ガチャに行くんですけれども、ちょっと1年ガチャがねどうなるかっていうところですよね。今のログインボーナスの後半が葵ちゃんと水木と聖がそのログインボーナスで出てるんですけれども、なんかそうするとね野球マンが来るんじゃないかっていうなんか噂もあるんですよね。どうなんすかね野球マンで。ちなみにせっちゃんの評価どうなってる、デッキじゃなくて関係者足りてないね。ちょっと甲子園でせっちゃんと練習できねえかな。まあ、井戸端会議はね起こらなかったんですけど、せっちゃんとの評価が足りてないんで友達スタンプはなんとなく使っておきましょう。もう別にここまで来ればいいんで、筋力が若干足んないのかな。16の悩むな。せっちゃんと攻めて練習したい。そのためには勝ち進まなければ。まあ野球マンシリーズそんなに悪くはないと思うんですけれども、まあめちゃいいかって言われるとどうかなっていうところですよね。それだったらなんかバレンタイン系のキャラクターを復刻させてもらいたいっていうのもあるし、新島ちゃんを復刻してもらいたいっていうのもあるんで、ちょっと話しながらやるとあれかな。これは見送って第1打席はセンターフライに倒れています。これを確実に狙っていきたいけど、どうだ、行くか行かないか。せめて点を取ってくれ。よしよしよし、勝ち進むことできればホームランも打ちたいけど、まずは勝ち進むこと。よし、とりあえず1本復刻系だとするとね、やっぱ新島ちゃんバレンタイン系が復刻してくれるとすげえ嬉しいですね。よし、とりあえず勝ち進んでせっちゃんと練習をしたい。これはもうちょっとせっちゃん一筋ですね。コツとかマジいいよ。いないいない、せっちゃんがいない。どうしよう、チカちゃんは別にいいコツを持ってないんで、まあ余剰と練習をしておきますか。せっかくだから、粘り打ち、激闘第一か。この前なガチャでなヘビシマが出たからな割とショックっすね、ヘビシマとか出るとヘビシマかーってなるいやー前回のね暁ガチャはね相当爆死しましたからね。ここで激闘第一にやられるのか。ヘビシマの怨念だな。やっぱり広角打法ないと厳しいな。いかないけど点にはなった。よしよしよし、これはやはり自分が点を取らないと無理か。第2球投げた、ボール、ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、投げた、打った、これは強烈、ホームランが出ないね。やばいやばいやばい、負けるぞ。ただただこれはこれは待て、よしボール、軽い球持ってるぞ。しかもこいつチャンスじゃないか。ただ俺自身がなチャンス罰だからな、矢部君と同じで。あー待って、これは無理。カーブはちょっとやめよう。
さあ4球目。ちょっと待って変化球が多いね。要所を持ってるな。投げました。要所で締めてくるか。一伸び足りないね。延長11回の裏、赤月大付属。シュート回転持ってるよ。こいつもチャンスじゃないか。チャンスじゃないかって言いつつ打ててないからな。投げました。うわスライダー。バッター追い込まれました。5-5-4ってすごいよね本当に。投げました。ちょっと待ってこれ。おおボール。カウントワンボールツーストライク。無理。空振り三振。もう一回。ああおすげえすげえすげえ。すげえ接戦だな。ここは俺がヒーローになる。第2球投げました。これもボールだよね。投球はこれから3球目。これはちょっと無理。さあ4球目打ちました。センター交代取ってアウト。もう一伸びやっぱり足りないな。負けた。まあでも57か。やられたな。蛇島の呪いだ。お祓いをしなくては。で、あとはちょっとせっちゃんがもらえないかな。満点は、まあ、エピローグでみんなからもらいましょう。これ1日でこなしてんのかな、このエピローグって。すごいよね、ほんと尊敬に値するよ。誰にもバレてないからね一応。せっちゃんがな、ちょっと半分くらいになるんだよねこれ。あーでもいったか。一応ね1足りないくらいだったら大丈夫っていうあれなんですよね。で経験点の方はまあ5000弱ってところか。まあじゃあちょっと一旦オール C にして、技術と精神がだいぶ余ってるからこれはもう一回あげるか。であとは守備力上げて、オール B にはできないか、敏将が足りないんで。まあその分ちょっとねミートが A にできますけれども、あとはちょいちょい特能を取っていきますか。対左とかなぜか持ってんな、珍しいな。取ろう。あと取れるの対エース、せっかくだから取ろう。お、わりかしいいんじゃないかこれ使い方としては。あとはもう本当に何も取れないかな。とりあえずまあ S ランク選手はできた感じですかね。まあ、今回はねとりあえず経験点目的で、まあ特能を取るっていうよりはまあわりかし使える選手を作るというような趣旨だったのでまあいいかな。とりあえず反省点としてはまず全員打倒できなかったのと、甲子園が決勝まで行けなかったのっていう感じかな。だからまあ招き猫を持ち込んでイベントの経験点をもう少し稼いで全員打倒して、甲子園、まあ、優勝まで持っていってかつドラ1でいければまだ伸びると思いますので、まあ、ちょっとね、あんまりデッキが揃ってないという方には、まあ、やっぱり北雪デッキは結構魅力的なデッキだと思いますので、まあ、まだね始めたばっかりでとりあえず、SR が揃ってなくても、まあ、なんとかなるデッキではありますので、まあ、やってみたらいいんじゃないかと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。